かつて瀬戸内海有数の貿易拠点として栄えた港町、倉敷市の玉島地区でクリエイティブリユースという取り組みが行われています。昔からあるものや使われなくなったものに新しい活用方法を見出す、リサイクルともリユースとも違う楽しみながらできる取り組みを覗いてみました。美術っぽい感じで見るだけでも楽しいですね。展示されているのはおよそ500種類の廃材を分類整理したもの、その名もマテリアルライブラリーです。廃材の多くは地域の人や企業から譲り受けました。運営するのは倉敷市玉島地区に住む大月ひろ子さん。かつて美術館の学芸員などを務め、ライターとしても世界20カ国以上の美術館や博物館を取材してきました。これとかも知らないかもしれない。シャンパンの針がね、これだけ数があるとなんか違う塊のような、人のこの想像力で活用はいくらでもできるので、ここでこう探したものをすごくよく観察してほしいなとかっていうふうに思います。こんにちは。大月さんが運営する施設は他にも、まだ使えるけれどもう使わなくなったものをあげたりもらったりする場所、あげもらです。衣服や雑貨をはじめあらゆるものが集まりました。それぞれに値段がついてないので素敵だなっていう、そういう価値っていうのは自分が決めてねって。訪れた人は興味深そうに眺めます。物の価値が上がっていくような気がします。すごい、もうし感動しました、うん、大月さんは全部で7つの施設を運営しています。共通しているのは、両親から受け継いだ土地や建物、地域から出た廃材に新たな活用方法を見出すクリエイティブリユースという取り組みです。捨てられちゃってた端材とか、あるいは使われなくなった建物空間とか、土地なんかを新しい切り口で使い直すような、そんなことができればいいなと思ってたので、リサイクルっていうのも違うし、リユースっていうのもちょっと違うしみたいな、なんかそこに今までとは違う楽しい使い方を考えるような。そのステージは倉敷市の玉島地区、かつては瀬戸内海有数の貿易拠点として栄えた港町です。当時の風景を彷彿させる施設もあります。放置されていた古い小屋、大月さんは新たな施設に生まれ変わらせました。この目の前の水路は昔からある水路で、玉島は干拓してできた場所なので、ちょっと小高いところとつないで、目の前のこのちょっと石垣になっているところが昔の江戸時代の堤防だった道です。今では使われなくなった昔ながらの道具を使い、目の前にある畑で採れたものを調理できる場所です。使われなくなったものや場所に新たな価値を見出す、その中で人と人とのつながりも生まれてきたといいます。身の回りにあるものを使いながら日々の暮らしの中で楽しめるような、ことをしたいなというふうに思ってて、その楽しさみたいのをなんかこう周りの人とも一緒に分かち合いたいなというふうに思ってる。大月さんの活動は取り組みに共感する人たちに支えられ成り立っています。子供みたいな人物もったいないから捨てる前にちょっと他にまだ使えるんじゃないかなって考えるとか、そういうところは多分共通してるところだと思うので、まあそういう一緒に遊べる友達です。楽しみながらポッと生まれるってよく大月さん言うんですけど、無理してやんないみたいなっていうのはすごい僕の中でいいなみたいな。つ
常に楽しみながら仲間たちと共に港町でクリエイティブリユースに取り組む大月さんです。水先案内人みたいな感じで廃材をこう求めてこう移動しているうちにいろんな人に出会ったりとかいろんな出来事が生まれたりとか、買ったばかりのものではないものに結構いろんなこう秘密とか魅力とかが隠れてるんじゃないかなというふうに思ってます。いつもとは違う角度からものを見ると新たな発見が生まれる。その経験を多くの人に味わってほしいと活動を続けます。廃材とか物に込められてるその物語みたいなこう背景が分かったりすると、なんかその人に対してとってもなんかこう親近感が湧いたりとか、地域に対してもこういう歴史がある町に自分は住んでるんだみたいな、そういったことが分かると、あの地域に愛着も生まれたりっていうこともありますし、そういうきっかけになる場所であったら嬉しいなっていうふうに思ってます。人や町をつなぐ豊かな地域の循環を生み出すクリエイティブリユース。私たちの生活も発想の転換でいつもと違う景色が見えてくるかもと思わせてくれる大月さんの取り組みです。はい、このマテリアルライブラリーではガチャガチャをすることができるそうなんですが、はい、ガチャガチャを回すとこのような袋が入っています。この袋の中に気に入った廃材を持って帰ることができるんだそうです。こちら実際記者が持って帰ったものなんですが、例えばこうした畳べりであったりとか、いろいろありますよ。もうファスナーなんかもあったそうなんです。これをこう裁縫に使ったり身の回りのアレンジに使ったり、まさにこうクリエイティブ、想像が何使えるかなというのがいろいろ廃材ですけれども浮かびますよね。そしてほとんどが地域から出た廃材ということで、はい、地元の魅力を知るきっかけにもなりますよね。そうですね、実はこうしたあの廃材を触って触れるという大切さも感じたという話していました。